よいしょ。こんばんは。みんな見た？みんな発表見たかな？全然寝起きじゃない。お風呂上がり。お風呂上がり。お風呂上がりです。眠たい。全然寝起きじゃないんだけど。会える機会はこれからもあるよね。あ、全然あると思う。全然全然会える機会はこれからもあります。そこは心配して欲しくないなっていう。感じです。まあ最後に会えるのは3月27日のフリーライブ。ですね。が、一旦会えるのは、まあその分かってる範囲内では最後かな。まあ、けど、まあ、今後もその芸能活動自体は全然続けていきますし、まあその今後のステップアップのための活動終了なので、なのでその全然会えなくなるとかそういうのはないので、そこは安心してほしいなって言うのは思います。まだし、まあまあ今後のことはね、3月27が終わってから話そうかな。とりあえず今はそのメインタイトル、私が所属してるグループら、まあ終了っていう形ですね。ああ、そうだね。まあ環境が、環境を変える選択ってことで全然大丈夫だし、その私が今やりたいなって思ってることは、そのずっと同じなので、まあそういう認識でいてくれたらなっていう感じですね。
でやっていきたいことは変わらないから、私がエンディーが、もっともっとステージに立ってできなかったことをやりたいなっていう気持ちが全然あるので、そこはまた、ちょっと時間かかってしまうかもしれないけど、その待っててくれたら嬉しいなっていう感じです。で、まあもう少しで私の誕生日なんですけど、誕生日、まあ4月かな、4月くらいに何かイベントができたらいいなって思っているので、それもね、少々待ってってくれると嬉しいなっていう感じです。会えなくなる頻度は少なくなると思うんですけど、まあトークポートとかはお話し会はね、ちゃんと一応毎月やりますので、そこは安心してください。ちゃんと交流する機会はちゃんとあるから、そこは大丈夫だよ。というリラさんからのお知らせです。まあ4月5日にデビューライブがあるっていう発表がされてる中でね、ちょっとこういうタイミングになって、その楽しみに有給取ったよとかって言ってくださる方もいたんで、こんな感じになってしまって、本当申し訳ないなってすごい思う、メンバーにもですけど、ほんと。残りメインタイトルとしての莉良さんが見れるのはもう少しなので、ぜひね、日程が合う方は最後に見に来てくれたら嬉しいなっていう気持ちです。全然落ち込んでるとかそういうのじゃないんで安心してください。眠そうだよね、眠い。でもなんかそのなんか私って生きるのが下手くそだなって常々思うんですけど、なんかまた振り出しに戻ってしまうなーっていう申し訳ないっていう気持ちもあるし、
いいお知らせができるように頑張りますって言ってるけど、そのいいお知らせとやらも全然できなくて。なんかみんなに、早くいいお知らせがいっぱいできるようになりたいなっていう感じですね。ね、ウニさんうるさいね。ウニ、ウニ。ま、方向性の違いは難しいですからね。まあ私なりに これからもやりたいことをめがけて頑張ります。今はそれしか言えないアイドルとバチバチなダンス系だったらどれがやりたい？両方やりたいなって思う。しかもさ、なんかその、まあ、舞台でステージとかは立ってたけどさ、そのアイドルとしてステージに立つのは本当2年ぶりとかだったからさ、なんかもう感覚忘れちゃって、なんか難しいなって思った。あれこんな感じだったっけステージみたいなってなりました。でもアイドルはやる予定なので、また待っててね。楽しみにしてて。てかさ、今日まだご飯何も食べてないの。え、違うの、お腹空いてんのリラ全然あの元気なんだけど、お腹空いててどうしようっていう、何食べようかなっていう。え、全然ダイエットしてないよ。っていうかなんか、まあここ最近体調崩してたっていうのもあって、なんか痩せすぎてやばい逆にやばくはないんだけど、もう最近ずっとこのトマトジュースばっか飲んでる。なんか冷蔵庫になんもない、トマトジュースでその栄養を取った気になっています。マック昨日食べた。マックは昨日食べたんだよね。しかもね、このトマトジュース、トマト 100% 高リコピン食塩無添加なの。なぎちゃんから LINE 来た。かわいいなぎちゃん。
誰がうるさくしてんの。うちのペットがうるさいだけです。でも今日は刺身、お刺身食べたいからお刺身食べようかなって思ってる。だから早くスーパー行かないと。でもね、最近は久しぶりに推し活をしたんですよ。久しぶりに推し活して、推しに元気をもらって幸せをもらったので、まあなんだかんだ充実ちゃんとしてます。ちゃんと息抜きはできてるから、そこら辺は安心してほしいなって思います。ね、だからトマトジュースだけじゃやばいなって思っておりますんで、何かしら買いに行きます。家に何もないので。大丈夫、ちゃんと食べる、大丈夫。まあね、明日もライブがあるんで、ぜひぜひぜひ明日ライブ何時からだっけ、夕方ぐらいからあるので、ぜひ遊びに来てください。ライブ残り3回。遊びに来てね。ということで、ちょっと腹減りまんすぎてあれなんで、ちょっと報告だけしたくてショールームしたので、またゆっくりやります。次、明日以降。ということでね、ランキング見まーす。13位、情報技術犬さん、ありがとうございます。そして12位がシシマシン、間違えた、シシマンさん、ありがとうございます。そして10位がグアポ、あ、顔ちょっと、グアポさん、ありがとうございます。そして11位がマサムネさん、ありがとうございます。そして10位がピンクカメオさん、ありがとうございます。そして9位が黒猫さん、ありがとうございます。そして8位が手焼きくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がスペースゴーさん、ありがとうございます。そして6位がヨッシーさん、ありがとうございます。そして5位がマーボーさん、ありがとうございます。そして4位がラスカールさん、ありがとうございます。そして3位がパルサ2000さん、ありがとうございます。そして2位がアソマユウさん、ありがとうございます。そして1位がチョロさんです。ありがとうございます。パチ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 。じゃあ明日もライブあるので、ぜひみんな見に来てくれると嬉しいよ。ということで、この辺でさよならんディー、バイバーイ、おやすみなさーい、バイバーイ。